ハウメアと二つの衛星と漢字点しているハウメアと、周りに存在するハウメアの関ハウメアの関では、純惑星ハウメアの周囲に存在する関について述べる。ハウメアの関は純惑星や、エッジワース・カイパー・ベルト天体の中では初めて発見された天体の関である。なお、他に関を持つ、小惑星には、カリクローや、キロンが知られている。年月日に、 ハウメアがヨーロッ一1533-1825の,の前を通過するところを観測する遠平観測が12個の望遠鏡によって行われ、ハウメアが恒星の前を通過する直前と直後に恒星のわずかな原稿が観測されたが、これはハウメアに肝が存在するということを示唆している。ハウメアの肝の発見により天体の肝の存在が一般的であるという見解が広まった。なお、 この観測によって同時に、ハウメアの詳細な情報を得ることができた。ハウメアの肝は、ハウメアに天体が衝突したことが原因で、形成された説がある。二つの衛星ヒーアカや、ナマカはハウメアへ、他の天体が衝突したことが原因で形成されたと考えられているため、それらの物質の残りが肝を形成したという可能性が提示されている。肝は、 時間が経過するにつれてバラバラになっていくが、この衝突は数十億年前に起こったと推定されており、何らかの原因でそれが防がれているとされている。その他の説としては、ハウメアの時点の速さの影響で表面に存在していた物質が拡散したという可能性もある。この艦は衛星であるヒーヤカの軌道と同じく赤道面に存在している。ハウメアの艦は、 天皇星の艦や海王星の艦と似た物質で構成されており、半径 2287km の距離に存在しているとされる。幅は 70km。ハウメアの時点の3分の1のスピードで周回していることが判明している。ありがとうございます。